はい、岡本選手、1本目の走行を終えていかがですか？そうですね、久々にでも鈴鹿走れて、まあやっぱなんかちゃんとしたレーシングコースだなっていうか、その久々にしっかり走れてる感が出てきた感じですかね。シーズン始まったなっていう感じです。まあ、昨年のね、怪我の状況とかどうなんですか？はもうほぼほぼ完治してて、手術して入れたビスも、抜いてもらって、でもう動きとかも全然良くなりましたし、もう怪我する前のようなちゃんとしたトレーニングもしっかりできてるんで、もう怪我の影響は走ってては走行しててはほとんどないですかね。まあね、中須賀選手大先輩がいるチームでですね、まあ、すごくいい環境で走れていると思うんで、まあ、どうですか、その大先輩の中須賀選手を倒す自信のほどは。いやでもそうですね、自分はやっぱりこの全日本の、まあ、JSB の中っていうより本当全日本の中で一番自分成長できる環境に置いていただいていると思ってるんで、本当そこはもうチームの皆さんに感謝ですし、その中でやっぱり大先輩の中須賀さんに一番近い距離で講師ともにこう一緒に行動している中で、やっぱり盗めるものは本当たくさん盗んで自分のものにしたいなと思ってますし、そうですね、自分の強さをしっかり生かして本当正々堂々中須賀さんに今年は挑みたいなと思います。カーボンニュートラルの燃料についてなんか違和感とかあります？なんか何回かそのテストを重ねてるんですけど、やっぱりそのマップの変更だったりとか年長のあたりで結構変化があるので、その部分はまだまだ詰めなくちゃいけない部分なんですけど、まあそれはあと本当今回のテストと、あと茂木は事前テストもしっかりあって、でウィークも1日多いので、そのあたりでしっかり詰めていければいいなと思うんですけど、まあ走ってる感じではそんなに不具合はない感じで、自分が思ってたより全然走ってての違和感はなかったですかね。